洪水のアの箱舟は、旧約聖書の創世記に登場する大洪水にまつわる、ノアの箱舟物語のこと。または、その物語中の主人公のアとその家族、他種の動物を乗せた箱舟自体を指す。箱舟は、箱舟のほか、箱舟、箱舟などとも記される。クルアーンにも、類似の記述があり、ヌーフの箱舟と呼ばれる。壁の傍らで、私はお前に一言話そう。 私の言うことを聞きなさい。私の教えに耳を傾けなさい。我々のにより、大洪水が聖地を洗い流すだろう。人類の種を絶やすために、これが神々の集会の決定であり、宣言である。あらゆる嵐、しかも花肌強大なのが、一束になって襲ってきた。同時に、大洪水が聖域を洗い流した。7日と、七夜、大洪水が国中を洗い流し、 大船は、嵐のために、大波の上でもて遊ばれた。その後、太陽神ウトが現れ、天と地を照らした。ジウスドラは、大船の窓を開いた。英雄ウトは光を、大船の中に差し込ませた。王ジウスドラは、ウトの前にひれ伏した。足の小屋よ、足の小屋よ、壁よ、足の小屋よ聞け、壁よ察せよ、ウバルトゥトの子、シュルッパクの人よ、家を壊し、船を作れ。 持ち物を諦め、お前の命を求めよ。品物のことを忘れ、お前の命を救え、すべての生き物の種を船に運び込め。お前が作るべき船は、その寸法を決められた通りにせねばならぬ。その幅と長さとを等しくせねばならぬ。表面積は1行く、その4壁の高さは10がる。その多い糸の幅は、それぞれ10がる。つまり文字通りの箱船であった。 船は七階建てで、各階には救出あったようだ。七日目に船は完成した。洪水が起こると、彼は全財産、つまり、銀や金、生き物、家族、身寄りの者の、職人たちをすべて船に乗せた。すると、七日と六夜、風と洪水が押し寄せ、嵐が国土を吹きまくった。七日目になると、洪水をもたらした嵐は戦いに負けた。それは、 軍隊の攻撃のような戦いだった。海は静まり、嵐は収まり、大洪水は引いた。空模様を見ると、全く静かだった。そしてすべての人間は粘土に変わっていた。見渡す限り屋根のように平らになっていた。天窓を開けると、光が私の顔に刺した。私はうなだれ、座って泣いた。涙が私の顔を伝って流れた。私は広々とした海を見回して、騎士を探した。 十二の場所に陸地が現れた。船はニシル山に着いた。山は船を捉えて動かさなかった。このようにして、船は六日間ニシル山に泊まっていた。七日目に、ウトナピシュティムは、まずハトを離した。ハトは休み場所が見当たらずに戻ってきた。次はツバメを離したが、同じ結果になった。その次には、大ガラスを離したところ、水が引いていたので餌をあさり回って帰ってこなかった。 そこで彼は山頂に幹を注ぎ、神々に犠牲を捧げた。箱舟を出た後のノアによる感謝の祈り戦術の旧約聖書、創世記による物語の要約は以下の通りである。主は地上に増えた人々の堕落を見て、これを洪水で滅ぼすと、主と共に歩んだ正しい人であったノアに告げ、ノアに箱舟の建設を命じた。箱舟は、 ゴフェルの木で作られ、3階建てで内部に小部屋が多く、設けられていた。箱舟の内と外は木のタールで塗られた。ノアは箱舟を完成させると、妻と3人の息子とそれぞれの妻、そしてすべての動物のつがいを箱舟に乗せた。洪水は40日40夜続き、地上に生きていたものを滅ぼし尽くした。水は150日の間、地上で勢いを失わなかった。その後、 箱舟は、あららと山の上に止まった。四十日後、ノアはカラスを放ったが、止まるところがなく帰ってきた。さらに鳩を放したが、同じように戻ってきた。七日後、もう一度鳩を放すと、鳩は、オリーブの葉を加えて、船に戻ってきた。さらに七日経って鳩を放すと、鳩はもう戻ってこなかった。ノアは、水が引いたことを知り、家族と動物たちと共に箱舟を出た。 そこに祭壇を築いて、焼き尽くす捧げ物を主に捧げた。主はこれに対して、ノアとその息子たちを祝福し、ノアとその息子たちと後の子孫たち、そして、地上のすべての肉なるものに対し、すべての生物を絶滅させてしまうような大洪水は、決して起こさないことを契約した。主は、その契約の証として、空に虹をかけた。創世基盤での箱船は、 長さ300キュビト、幅50キュビト、高さ30キュビトで3つのデッキを持っている。これは、タバナクルの3倍の高さであり、タバナクルの前提の3倍の広さとなっている。この大きさによって、神の考えにおける人類の魂の救済という意味が同時に込められていることを、聖書の著者が念頭に置いていたことが示唆される。さらに長さ300キュビトは60の5倍。 高さ39ビットは60の半分であり、このサイズには60という数字が根底にあると言われている。またこの長、幅、高イコール35、3の比率は、現在のタンカーなどの大型船舶を造船する際に最も安定していると言われる比率とほぼ同じとなる。聖書の記述から探索、創作、発掘などがなされることは、 ヨーロッパ諸国では珍しいことではなく、今までにもエデンのその、ソドムとゴモラ、イエス・キリストの聖杯など、常に創作対象となっている。旧約聖書内の記述から、実際に多くの学者や冒険家たちによって、この箱舟の創作がなされてきた。もっとも、箱舟を探しに行った探検隊が手ぶらで帰ってきたという話は一度も聞いたことがない。木製の箱舟は、 特区の昔に腐食して土に帰っているという皮肉まじりの意見もある。現在までにあららと山に漂着したとされる箱舟発見の報告が何例かなされている。詳細は大洪水を参照。ありがとうございます。